あのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですというとこで、今回難敵栃木撃破へというとこでございます。さあ栃木戦、前回は非常に悔しい思いをしたゲームだったんじゃないかというとこですけどもね。さあ栃木も残留争い中ではあるんですけども、故に難しい相手、まあ相手も死ぬ気でやってくるでしょうし、長崎は長崎でこれ以上離されるわけにもいきませんし、ひたひたと下の方の足跡が近づいてきておりますんで、しっかり、この試合勝ってほしいというところです。本当ね、トラスターというのがあと少しですよね。本当にまああと何試合できるんだみたいなところもありますんで、いい形でトラスターに心配かけることなくね、いやーね、ドラえもんの映画じゃないですけどね、もう、安心してね見送ってもらえるように、頑張ってちょうだいというところでございます。さあそれではいきましょう。こちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。長崎栃木というとこで、長崎の勝ち点52の3位、そして栃木は25の18位というところ、まあ、18位というところで、このままでは J3 へ落ちてしまう可能性がある栃木にはなってきます。本当ね、この時期というのは何かがかかってるクラブというのは本当に強みを持ってます。まあむしろね、こう残留争い中のクラブよりも12位とか13位ぐらいのクラブとやる方がね、実はやりやすかったりとかするんですけどもね。ただ栃木からしてもですけども、長崎今本当踏ん張りどころなんで、ね、そういう相手とやるのは、実は栃木からしても難しいんじゃないかというところも、あります。で、直近5試合、長崎はね、22戦無敗だったクラブが、まあ 3敗が直近5試合で3回負けてしまっているという、本当ね、試練の夏を迎えているなという感じがいたします。前回山口戦もね、2失点しての敗戦と、こっからだから次が清水戦、来週が清水戦なんで、これ以上ね、ここ離されるわけにはいかんという重要なゲームにはなってきますし、でいわきはいわきでプレーオフ争いをしておりますんで、このアウェー2連戦の前、しっかりホームで勝ってこのアウェー遠征を迎えたいというとこでしょう。で、栃木直近5試合は1勝2分けの2敗というところ、甲府戦はちょっと不用意なミスもありましたけどもね。で、結果敗戦というところでございます。さあ、この試合はどんなゲームになるかというところでしょう。で、こちらで、これが前回両チーム先発メンバーにはなってきます。まあ懐かしい顔としましては奥田選手がいらっしゃいますね。元ビファーレン長崎、奥田選手、今もレンタルなのか、奥田選手は。そういえば結局奥田選手の今の契約形態はどうなってんの、長崎からのレンタルでっていうところで合ってんのかな。なんかね、いろいろちょっとあった感じがしますけどもね。結局所属元は奥田選手は、長崎なのか、それとも一つ前のクラブなのかみたいなところがちょっと今気になったんで、裏で調べてみようかと、思ってる次第なんですけどもね。奥田選手はそうですよね、一旦金沢に行かれてましたんで、多分もう完全移籍で栃木に加入していらっしゃいますよ。なんか今ふとね、ふと不安になんかね、思ったんで、ちょっと今調べてはみたんですけどもね。そうですよね、栃木奥田選手は完全移籍で入ってますね。昨年というか、まあ23年のシーズン終わりの後に長崎よりそうでよかったかった、ちょっと焦りました。レンタル延長的なね、金沢からさらに栃木だったら今どうしようかと一瞬思ったんですけど、そうです、完全移籍ですね。中東奥田さんとの再会ですね。で、監督ですね、下平監督的には、坂選手との再会があってみたいなところ、まあ顔見知りのね選手がいらっしゃるというところには、なってきますが、まあどうすんかな、まあ変えようにもな感があって、まあファンマ、マテウス、まあファンマンとかエジカルジュニアが入る可能性もありますけども、マテウス、マルコスはちょっと替えが効かない感じもしますし、あとはね、笠柳さん、松澤さん、この辺が先発で帰ってくることができるかどうか、まあちょっとね、やっぱ左ウィング、増山さんも非常にいいんですけどもね。ただここはやっぱ今年松澤選手、笠柳選手が務めておりました、まあ、松山のウィングももちろんいいんですけどもね、
さあ、その主力の復帰があるかどうかで、こういうとこそね、秋野選手とか中村啓太、前回も入っていいアクセントつけてましたけどもね、秋野中村啓太この辺がベテラン選手らしい活躍を見せることができるかどうか、まあ苦しい時こそこういうベテラン選手の活躍に期待をしたいというところも、ありますんでね。あとは照山田中、このセンターバックの継続のところも含めて、まあ照山串引き、ここら辺はまだ評価としては横一線、どっちが先発で出てもおかしくないみたいなところもありますし、もしくはゴールキーパーを変えるみたいな、まあ一番ゴールキーパー変えるっていうのは分かりやすい、そのね、こう刺激を与えるという意味なんですけどもね。まあでも十分ね、若原選手が出ても、どちらが出てもね、活躍できるみたいなところは、長崎はありますんで、まあどんなメンバーで来るかというとこでしょう。で、前回栃木ラファエル選手はゴール決めてます。まあラファエル選手はボールを運ぶこともできますし、で空中戦にも強いという万能型のセンターバックにはなります。まあセンターバックだけども、攻撃面でも結構この選手は貢献できるイメージがありますんで、このラファエルをどう監視するか、まあ特に栃木がボール持ってる時もそうですし、特にセットプレーの時もね、右のクロスにね、こうラファエル選手が相手の背後から飛び込んでくるみたいなところありますんで、このセットプレーの時のラファエルはちょっと要警戒だなという感じがしますけどもね。でこちらで両チームデータ的な話、数字の話にはなってきます。まあ長崎は数字以上に最近悪いんで、オフェンスのスタッツ自体はねめちゃくちゃいいんだけども、ただ直近のゲームは、まあ、この辺の数字はね当てにはならんかな。言うならばチャンスはまあこれまでのように作ってるけども、ただなかなか得点がね爆増しないというか、まあ勝ちにつながるゴールになってないというところです。でその要因が守備のところにはまああるのかなっていうところには、なっておりますね。で栃木に関してはまあこんな感じで、まあ、数字的にはまあ最下位とかそういう数字はないんですけども、だって真ん中から、少し真ん中に悪いぐらいの数字が並ぶというところですね。でこちらで得点パターン、失点パターンです。栃木、やっぱ失点パターンでクロスからっていうのがね多いんですよね。まあ3バックなのでクロス対応としてはね、まあこう誰かが飛び出していくよりもしっかりドーンと構えてのクロス対応のはずなんですけど、クロスからの失点が多いというところなんで、そこはまあファンマ選手の高さ勝負に出てもいいのかなとか、ね、あとはこう、ね、クロスに対して相手の背後から、ね、エジガルジュニアが飛び込んでくるみたいなのもいいでしょうし、まあ、一つクロスワーク、そしてそこに誰が飛び込んでくるかというところは、まあ栃木の失点パターン的には鍵になってきそうな感じがしますね。でこちらで、今回注目選手の前に90分間換算なるか、スタッツに関して一応こんな感じになっております。まあ栃木、まあやっぱデータ的にはそんないい数字はないんですけど、インターセプトの数が7位ですね。やっぱボールを奪うというところは長崎と同じぐらいの力を、持っていて、でクリアの本数は栃木が多いんで、セカンドボールですよね、クリア後ルーズボール、その後のセカンドボールを、どういう風に拾ってね処理をするかというところは一つ鍵になってきそうな感じがします。まあ、やっぱり栃木としてもね、セカンドボールを拾って前進とか、ボールバッターとの、トランジション切り替えのところで勝負してくるみたいな、まあ、小林慎二監督がね今監督やってますんで、そこは徹底してやってくるでしょう。まあこう大きなね、サッカーの質がこの小林監督になって変わったかっていうと、まあやっぱコンセプトは基本的に言えば小林慎二監督がこれまで築き上げてきたチームの印象があります。まあしっかりプレスに行ってでボールバって、まあ、カウンターみたいな、まあ、相手のパスミスを誘うみたいなうまいプレスのかけ方をしますんで、まあ、長崎はしっかり後ろから、ビルドアップをしてつないでくる。でそのつなぎのところで変なミスをしないように、ちょっとやってほしいというところでしょう。まあ、何にせよ、ね、前回の栃木戦もアウェーでは相当苦しんだ長崎のところ、まあ、攻めたけどもなんかうまいこといかなかったねみたいなゲームで、ね、ドローに終わった感じが、しますんで、この試合こそすっきり勝ってほしいというところでございますね。でこちらほんで今回注目選手で言うと、長崎はやっぱマテウス・ジェズスでしょう。やっぱマテウスね、最近まだ調子が上がってるなというところ、やっぱり前回の栃木戦でも活躍したイメージがあるんですけども、マテウス選手、まあ、天皇杯きっかけくらいからですかね、非常に調子を上げておりますんで、まあ、マテウスの活躍、まあ、理不尽なプレーに期待をしたいと。まあ栃木も結構フィジカル能力高い選手は多いんでね、そこで当たり負けしないように、まあ、マテウスの前進からチャンスを作っていってほしいというところですね。で
栃木は南野選手ですね、まあ、今シーズン27試合で5ゴール2アシスト決めてます、まあ、南野選手に関しても最近は、ね、こうサブでのスタートがちょっと増えてるかなっていう印象です、まあ、先発で基本的には、ね、小林慎二監督に変わった後も使われておりました、まあ、本当はストライカーですよね、まあ、ガンボ大阪のユースだったかな、出身で昨年 J3 宮崎でも2桁ゴールを1年目から決めた選手、10代で2桁ゴールをまあ J3 とはいえ決めてますんで力はある。で今年はでもシャドウで使われることが多いで、やっぱ途中から出てきてもこの選手はね嫌です、まあ、体も強いですし、まあ、ポストワークもうまいしゴール前で何か起こせそうな選手にはなってきますんで、まあ、どのタイミングで出るか先発なのか途中からのか分かりませんけども、南野が入った時は少しこう流れを変える、そんなこと栃木は期待してると思いますんで、そこをしっかり抑えてほしいというところですね。はい、ということで、ここまでです。ジョパラブンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネル登録。